奥原希望は日本のプロフェッショナルバドミントン選手。太陽ホールディングス所属。マネジメント契約先はスフィーだ。2011年12月21日付でバドミントン日本代表ナショナルチームに選出されている。2015年に日本人選手で初めて BWF スーパーシリーズファイナルズ女子シングルスで優勝し、2016年リオデジャネイロオリンピックで 日本人選手で初めてシングルスでのオリンピックメダル獲得2017年に日本人選手で初めて世界選手権女子シングルスで優勝した BWF 世界ランキング最高位は1位2013年4月に日本ユニシスへ入社し2018年に退職した長野県大町市出身尊敬するアスリートはフィギュアスケートの浅玉を父親と姉 兄の影響を受けて、小学校2年生からバドミントンを始める。小学校6年生時には、ANA アジアユースジャパン U13 で優勝。全国小学生 ABC 大会で2位。全国小学生バドミントン選手権大会で、女子シングルスベスト8に進出。大町市立、西名体中学校に進学後は、全日本ジュニアバドミントン選手権大会にて、中学1年時には、 新人部門で、シングルスベスト8。中学2年時には、新人部門で、シングルス優勝。中学3年時では、ジュニア部門で、シングルス2位。2010年4月に、長野から単身で、埼玉県立大宮東高等学校へ進学。高校1年生次は全日本ジュニア選手権で、優勝。インターハイは3位。全日本総合バドミントン選手権大会で、ベスト16。 高校2年生次の2011年は、全日本ジュニア選手権で2連覇を達成、インターハイ発優勝。また、この年からは、国際試合にも出場し、オーストリアインターナショナルチャレンジで優勝、ヨネックスオープンジャパンベスト16、カナダオープングランプリでベスト4などの成績を残し、世界ジュニアバドミントン選手権大会では、銅メダルを獲得。全日本総合選手権では、 決勝戦に進出。決勝戦では2008年以来本大会3連覇中だった広瀬エリコと対戦する予定であったが、決勝戦当日に広瀬が体調不良により試合を棄権したことにより、不戦勝で優勝が決定した。これにより、奥原は宮村愛子の持つ18歳4ヶ月を大幅に更新する16歳8ヶ月での史上。 最年少バドミントン全日本女王となった。全日本総合での活躍が認められ、2011年12月21日付で発表されたバドミントン日本代表に初選出された。2012年はアジアユース U19 選手権で銀メダルを獲得。混合団体戦では日本の初優勝に貢献した。千葉ポートアリーナで開催された世界ジュニア選手権では、 団体戦決勝の中国戦女子シングルスで、孫ユに敗れ、チーム自体も敗れて、準優勝。しかし個人戦の女子シングルスでは準決勝で、孫ユに2から0でリベンジし、日本勢対決となった決勝でも、山口茜根を2から0で下して、同大会日本勢初の金メダルを獲得。しかし、2013年1月に、左膝の半月板を損傷し、手術を受けた。 高校卒業後、2013年4月に日本ユニシスへ入社。故障から休養を経て11月の中国オープンから実戦に復帰。2014年11月、スーパーシリーズの香港オープンで準優勝。2015年のヨネックスオープンジャパンでは、決勝で山口を下して、スーパーシリーズ初優勝を果たした。同年12月の全日本総合選手権では、決勝に勝ち上がり、 佐藤最高を2から0で下して4年ぶり2度目となる全日本女王の栄冠を手にした。同月、スーパーシリーズファイナルズではグループリーグと準決勝で世界選手権に連覇中のカロリーナ・マリンを2から0で下すなど1セットも落とさず決勝に進出。決勝でもロンドンオリンピック銀メダルの大田田志刊を2から0で破り、日本人で初めてスーパーシリーズファイナルズのシングルスで 優勝した。2016年3月、全英オープンで、王正大王敵菅、カロリーナマリンラに勝利し、同大会女子シングルスの日本人選手では1977年の、雪広以来となる優勝。大会後に発表された世界ランクが、自己最高の3位となる。同年8月のリオゴリンでは準々決勝で、山口茜との日本人対決を制止準決勝に、 進出。準決勝では、シンドゥプサルラに敗れたものの、3位決定戦で対戦することになっていた李幸が準決勝の試合中に左膝を負傷し、その影響で奥原との3位決定戦を棄権したことにより、不戦勝で銅メダルを獲得し、日本のバドミントン史上初のシングルスでのオリンピックメダリストとなった。また、長野県出身者としては、 初の夏季オリンピック個人種目のメダリストともなった。2017年8月、スコットランドグラス号で開催された2017年、世界バドミントン選手権大会において、準々決勝で世界選手権に連覇中だったリオ五輪金メダリストのカロリーナ・マリンを、準決勝でロンドン五輪同メダリストのサイナ・ネワールを、決勝でリオ五輪銀メダリストのプサルラを下し、日本人選手として、 初めて世界選手権女子シングルスを制覇した。準々決勝からの3試合は、すべてフルゲーム1時間を超える接戦で、特に、プサルラとの決勝は1時間49分に及ぶ、一進一退の攻防の末、奥原が2から1で、過労うじて勝利する大接戦となった。2018年はユーバーハイで37年ぶりの優勝、アジア大会団体48年ぶりの優勝メンバーとなる。 南京で開催された世界選手権は第8シードで出場し、準々決勝で第3シードのプサルラに敗れた。BWF ワールドツアーでは香港、韓国、イの3大会で優勝。BWF ワールドツアーファイナルではプサルラに敗れて準優勝。2018年12月5日、同年12月末限りにて、所属先の日本ユニシスを退社し、 2019年1月より個人活動選手として新たな出発をすることを自らのマネジメントを担当しているスポーツエージェントスフィーダを通して発表した。同年12月22日のバドミントンエース J リーグの日本ユニシス対アクト最強戦の女子シングルス戦が日本ユニシス所属選手としての最終試合となった。2018年12月27日に東京都内で 記者会見を行い、東京オリンピックへ向けて、すべてをかけて準備したいとの思いから、プロフェッショナルバドミントン選手として、活動を開始することを正式に発表。2019年1月1日付で、科学メーカーの太陽ホールディングスと、所属選手契約を結ぶことも同時に発表した。2019年1月1日より、プロ選手として、活動を開始した。8月、 スイスバーゼルで開催された世界選手権には第3シードで出場。ラチャノック・インタノンなどの競合を尻け、2大会ぶりに決勝に進出。決勝では、プサルラに敗れて準優勝。ワールドツアーでは優勝はなかったものの、年間を通じて5大会で準優勝の成績を収めた。二0 1九年十月二十九日、世界バドミントン連盟による最新の世界ランクで、 奥原選手自身初となる世界ランク1位になった。12月、全日本総合選手権の決勝で大堀彩を2から0で破り、4年ぶりに優勝。ワールドツアーファイナルは予選を突破したが、準決勝で大使へに敗れた2020年シーズンは3月に全英オープンで準決勝進出。その後新型コロナウイルスの影響で、ワールドツアーは中断、東京オリンピックも、 延期となった。9月にツアーが再開され、10月のデンマークオープンでカロリーナ、マリンを破り、ツアーの大会で2シーズンぶりの優勝を果たした。12月、全日本総合選手権で山口茜を決勝で破り、2年連続4度目の優勝を達成。ありがとうございます。